伏見の宮は、かつてあった、日本の宮家の一つ。宮家御門は、伏見の宮十四裏に行く。世襲神皇家の四家の中では最も歴史が古く、寺妙院島の着流で北朝のスコ天皇の第一、王子義人神皇を初代とする。宮後はその所領だった伏見御領にちなむ、第三代、貞房神皇の第一王子彦人王は、死子のない将校天皇の勇士となって、 御花園の天皇として戦争し、この皇統が徳人を含めた今日の皇室に連なっている。一方、貞房新郎の代に応じて恵津新郎の系統は、陰後代々と伏見の宮を継承し、明治になるとそこから、数多くの連氏が新宮家を創設した。昭和22年に、昭和天皇の弟宮たる直宮三宮を除いた、すべての冒険宮家が、GHQ の指令に基づいて、 皇績を離脱することになったことに伴い、第26代白明王が親戚に下って、伏見博明を名乗った。この時皇績離脱した十一宮家はいずれも、この伏見宮の系統である。北朝第三代、須皇天皇の第一王子、義人親王は、寺明隠島の着流に当たったが、その行位継承は、将軍、足利義光に寄避されたと考えられ、 皇位を継承することなく五両の一つ、伏見五両に移り、伏見殿と呼ばれるようになった。第三代、貞房親王神皇は、自ら、伏見宮と称していた。貞房親王神皇の第一王子は、御花園天皇として即位し、第二王子の定ー親王神皇が四代目となったが、定ー親王神皇は、兄の御花園天皇から衛生、伏見殿と称することを直挙され、以後、代々、 伏見の宮と名乗るようになった。幕末から、明治維新の時の十九代定系新郎及び二十代二十三代放課。新郎は子女に恵まれ、定系新郎からは梨本の宮、放課新郎からは、山品の宮、国の宮、課長宮、小松宮、北白川の宮、東伏見の宮がそれぞれ創設されたほか、幕末に断絶していた会員の宮をも継承して、再興している。 また国の宮からはさらに、河洋宮、東国の宮、朝香宮が創設され、北白川宮からはさらに、武田宮が創設された。維新後に創設された宮家はそのすべてが、伏見の宮家の系統である。放火親王の後を継いだ二十四代、定なる親王は、元帥、陸軍大将に類心、明治天皇及び、大正天皇の信任も厚く、皇族の重鎮として、 第2本農会、在京軍人会総裁を歴任した、定なる親王の後を継いだのが、二十五代、広安王である。広安王は当初、課長宮家を継承していたが、伏見宮家の刑事とされていた弟の国吉王が、病弱のため、伏見宮に復帰して、刑事となった。元水、海軍大将、軍令部総長として、昭和海軍の実力者であった。広安王は、 九百四十六年八月十六日に皇居し、広安王の第一王子の広吉王は、父よりも早く皇居していたので、広吉王の第一王子である、広明王が二十六代となった。広明王は九百四十七年 GHQ の指令により十月十四日、皇籍離脱し、伏見市を名乗る。江戸時代の伏見宮家は、京都御所周辺に二カ所の邸宅を有しており、 その時の当主の都合で、どちらかを本邸として使用していた。御所東部と御所北部に、その邸宅は存在した。御所北部の邸宅は、現在、同志社女子大学の敷地の一部となっている。周囲には、京急家と御石家の二条家とこの家の邸宅があった。御所東部の邸宅は、戦後に、領徳寺になったが、現在は廃寺になっている。邸宅跡地付近には、 明音別在典を祀る伏見宮家の鎮守者が今も残る。明治時代初期以降の伏見宮邸の跡地はホテルニューオータニとなっており、庭園にその名残がある。なおこの場所には、はじめ加藤清正の下屋敷があり、後には、飯屋中屋敷があった。別邸として、千葉県銚子市に随格層を有していた。吉人親王、春人大定房親王。 帝爪親王国中新郎手厚親、大国助親王手高親王国防新郎、定清新郎国直親王国同親王定行新郎国栄新郎丁立新郎国、地近王、定行新郎、国寄近王手継新王放課親王定京新郎、定成親王広安王、広明王正確には、放家親王定京親王定京成親王放課親王 定なるル神皇、ヒ王という継承が行われた。そのため、経図によっては、放課神皇を20代23代、定なるル神皇を22代24代、広安王を25代と数えているものもある。また11代国直神皇については、その父である10代、定ダ親王神皇よりも7ヶ月早く皇居しているので、歴代当主に数えない説もある。同様に、 24代白明王の父の広義王については、その父である23代、広安王よりも早く皇居しているが、広義王については、歴代当主に数えていない資料が多い。国立歴史民族博物館の旧校給料取り調べ帳データベースより算出した、幕末期の伏見の宮寮は以下の通り、ありがとうございます。